わらしっ子の、井原恵美子先生のコーナーに来させていただきました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一応今日はあの井原コレクションということで、あの井原先生にちょっとあのここのコーナーの、男物 の、 あの裏地ということでご説明いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私はあの人形作、わらしっ子人形作家なんですけれども、あの30年ぐらい経ちますけれども、きっかけは人形の材料として集めたのが始まりです。そしてあの着物の魅力に取りつかれまして、そしたらもう今回は匠がテーマなので、男物の長襦袢と、男物羽裏ですね、それがとても素晴らしいので30点ほどあの飾らせていただきました。そしてちょうどお盆の頃から始まりましたので、なんかこう飾っておりますと着物が動いてですね、なんか喜んでるような感じして、本当にどういう方が着てたのかなと思ってワクワクしておりまして、それでお客様もあのたくさん見えていただきましたけれども、あのとても反響がございまして、あの職人さんの匠、染めとか織りとか、あと絞り、あと着物の仕立て師さんとか全部総合してありますので、あと着てる方の粋な方ですね、やはりこの日本の文化の着物ってとても素晴らしいなと思って、コロナでなければね、もっともっとたくさんこの日本の文化の着物をね見ていただきたかったんですけれども、今度またこういう機会がございましたら、コロナが収まりましたら、ぜひ一人でも多くの方に見ていただきたいなと思っております。今回は参加させていただいてありがとうございます。あのどのようなところが一番こう、はい、皆さんに見ていただきたいところでしょうか。そうですね、まあ、ここにございますのがデザインがとってもあのモダンで、ここはお服さんなんです。服を招いてまして、これがマスなんですよね。それでここに鬼が、痩せた鬼がございますけれども、あ、節分の豆まきの時のデザインで、とても昔の人はすごいなと思いますね。そして今回 の、 あの展示していただいてるあの男物の羽裏ということなんですが、だいたいその昭和初期ぐらいなのか、大正時代ぐらいなのか、その辺はいかがなんでしょうか。明治からございます。はい、それで本当にあの面白い柄をあのたくさんある中、こういろんな特徴のあるものを選びました。そして、こちらにはこう総絞りのね、こう浮世絵の感じ、蛇の目傘をかぶった色っぽい感じの、これもすごい技術ですね、この長襦袢ってね。そしてまあいろいろございますけれども、これは火の用心、火の用心のおこ言葉が書いてある。まああと宣伝やらその時の出来事 の、 あの新聞の記事とか羽裏に染めてありまして、何しろ面白いですね。はい、じゃ あ、 あの明治時代からこう、まあ、ちょっと現在までのものをあの今回30点ぐらい、はい、あの集めていただいたんですけれども、はい、あのもっともっとね、先生の資料館に行くとあのたくさんあるので、はい、またいろいろお目にかからせていただきたいと思いまして、はい、今回はいろいろありがとうございました。こちらこそありがとうございました。